こんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー押さないでございます、えー、この動画は弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです心理学の各種試験の対策や教養のためなどにお役立てくださいよろしくお願いいたします えー、ということで、えー、今回はですね、記憶の測定法、えー、再生法と再任法というテーマで短く簡単にお話をさせていただきます。えー、記憶どうやって、あのー、心理学の実験で測定しているのかということなんですけれども、大きく分けて再生法と再任法という、まあ、テクニックがあのにあの分けることができます。えーこちら